はい、えー。それではね、このままルームツアー行ってみましょう。まず今回滞在しているのは、金沢です。はい。ホテルあまねく金沢という、はい。片町ですね。ちょっと駅から、金沢駅からは離れるんですけど、片町という、ういわゆる繁華街、歓楽街の近くにあるホテルで、ものすごく移動の便はいいですね。で、まあこんな感じの、今回一人なんですけどな、なぜかね、ツインルームになっちゃってますけど、 うん。こんな部屋です。ちょうど私のホワイトボックスより一回り大きいぐらいなのかな。で、まあ多分おそらく、これ昔もしかしたらビジネスホテルだったものをなんかちょっとこう、若干おしゃれにリノベした感覚はありますね。見た感じね。うん。そんな感じがする。で、入り口からこんな感じで、割とね、広さはあるんですよ。 で、まあ、どういうミニマリズムの工夫がされてるかみたいなところもね、見ていきたいと思うんですけど。まあ、なんかいろいろありますよね。この加湿器とか。まあ、こういうものは全く使わない。私は。で、靴下をね、洗って干してます。うん、こんな感じで。で、これ多分、このね、 棚が下までないことによって、この下の空間を有効活用してますね。うん、スリッパを置くスペースにして、空間を広く使えるようにしています。これいいですね。で、右手にね、こういうふうにバスルームがあるんですけども、電気をつけると、こんな感じ。 で、えー、大浴場がついてるので、ここはあの、シャワールームだけですね。シャワールームのみになってます。その分、その他の水回りが結構広く作られてます。だからこういうホテルって最近多いですよね。大浴場を一つ作っておいて、で、あとはあ、部屋にはシャワーブースだけにするみたいな。うん、これもなんか一つの割り切りというのかな。でも確かに、 あの、よほどの風呂好きでなければ、まあ僕とか全然もうシャワーでいいんで、シャワーだけついてれば全く問題ないので、うん、こういうのはありがたいですよね。で、コンパクトにまとまっています、この辺も。まあよくある感じではあるんですけど、照明が一発上から。あ,あ、これいいね。これはミニマルだね。なんかホテルの照明ってさ、 結構ゴテゴテしてるところあるんですけど、ここは、ちゃんとね、この洗面台とトイレがあ、暖色の、これ3000ケルビンぐらいかな。<laughs> 3000ケルビンぐらいの暖色系のライトでまとめられていることによって、光の統一感を出しています。でも、シャワーブースは、やっぱりそのシャワーするときって、やっぱこう、身出し並み的なところもあるんで、あと髭剃ったりね、するので、 若干ね、このライトの色温度が高いんですよ。これ4500ぐらいだと思いますね。僕の、僕の感覚では。4500から5000ぐらいの明るさの白色系のライトになってます。そうすることによって、えー、洗面台のね、パフォーマンスを上げられると。<laughs> まあ、じゃあ、いろいろね、ごちゃごちゃめんどくさいこと言っていきますよ。ミニマリスト的観点で。で、なんか、 これいらないかなと思うんですよね、僕ね。この棚。でも多分これ結構デザイナーが多分ちゃんとやってると思うんですよ。こうやった時に、こう画面のサイドをこう埋める役割をしていて、なんて言うんだろう。結構アットホーム感って言うと、これがない,ないとね、結構ここが抜けちゃって寂しくなるんですけど、なんかその倍感も重視してるのかもしれない。うん、視覚的な。で、これが、この棚がちょうどね、このタオルを吊るす 用の、このなんか金属の、うん、吊るしを兼ねてるって感じ。兼ねながら上に物も置けますよっていうね、このダブル、ダブル使いですよね。うん。一石二鳥というかね、うん。上にも置けるし、それがこれを兼ねてる。で、ものすごくシンプルで、他には何も置いてないですよね。うん、ここはミニマルだと思います、すごく。で、歯ブラシだけ。で、最近ほら、アメニティが置けなくなって、 てるでしょうホテルに。だから、ロビーとかフロントでね、えー、撮ってくださいスタイルではあるんですけど、ここはね、あの、歯ブラシは置いてましたね。最初から。で、コップだけがあるっていうね。で、でもコップ使わないですよね。僕もつほとんど使わない。もう、手で全然いけるんで。だから、家でもコップなん,なんか使わないんで。うん。でも大体ね、ホテルにはこういう、あの、 歯磨き用のコップってのが置いてますよね。僕はちょっと理解できないところですけど。で、それからフォームが一応あります。うん。ハンドソープかな。で、えここはね、特にいいなと思ったのが、このドライヤーが、他のなんかホテルみたいに隠されてないとこ。うん。ちゃんともうドライヤーがそのままボンと出てて、しかも結構、うん、風力う、強めでしたね。 小泉のドライヤー。これがもう分かりやすく置いてたので、ものすごくね、えー、良かったです。で、よ、くほらこう、戸棚とかがないっていのも、この部屋、うん、このホテルの特徴かもしれないですね。うん、もう扉をなく、なくしてすべてをオープンにしている。で、タオルがある。そんな感じ。まあ、トイレはね、至って普通、至って普通のトイレです。で、バスルーム、まあ、シャワールームもこんな感じで、うん、なんかオリジナルの、 ダージリンの結構いい香りのね、うん、うちにはないような、うん、そういうものが使われています。で、ここはね、一応、あの、タイルはプラスチックというか、うん、なんかこう大理石っぽく見えるんだけど、プラのフェイク、フェイクウォールになってます。はい、えそんな感じで、で、続いてお部屋です。はい。まあ、全貌はこんな感じ。 でね、やっぱりまあ特徴としては大体こういういうに、うん、テレビがある。大きなテレビね、がボーンとある感じ。で、割とね、ここもデザインされてますね、なんかね、空間が。で、一応椅子があったりして、で、よくあるさ、なんか、こう、引き出しとかがないでしょ。 うん。それもなんかいいですよね。引き出しあって大体中に聖書入ってるとかね。あの、うん。そういうビジネスホテル昔多かったですよね。でもここはないから、うん。いいですね。で、金庫があります。まあ、金庫ほとんど使わないけどね。うん、個人的には。まあ、でもある、あ,ある人は、まあ、便利、便利なんでしょうね。あった方がいい人もいるんでしょうね。はい。で、一応、こう JBL のスピーカー。 うん。このスピーカーにもこだわってますね。スピーカーにもこだわってます。音いいと思います。聞いてないんですけどね。僕は。で、えー、今日朝これから食べる用のバナナバームクーヘン。ハイカロリーの <laughs> ものを買ってます。なんか食べたくなっちゃって。で、これはあのホテルに付いてた、あのコーヒーですね。ネスカフェゴールドブレンドではないんですけども、 ネスカフェゴールデブレンドの偽物。スペシャルブレンド。でもね、あの、砂糖が入ってないんですよ。うん、それがいいなと思って。結構ほら、砂糖入りのものがよくスティックがあったりするんですけど、これ砂糖入ってないんで、うん、これが普通にね、えー、アメニティとしてご用意されてます。それから、これ。まあ、これもなんか木のね、 感じでこの机と一体化してミニマルなデザインにはなっているんですけど、僕このホテルにあるこのなんかちっちゃな正方形のこのトイレ,トイレットペーパーじゃないやティッシュペーパーがそんな好きではなくて、なんか普通のレギュラーサイズにしてほしいんですよね。で、レギュラーサイズで部屋に溶け込むようなデザインにしてほしいんですけど、この正方形なんですよね、なぜか。まあ、これコンパクトにするためだと思うんですけど、でもなんかこれ使いにくくないですかこのホテルにある。 正方形のティッシュ。これが気になる。いつも。まあでもそれはしょうがない。で、ゴミ箱があって、上にはこんな感じで、案内のペーパー一つと、で、リモコン。これもね、やっぱ難しいですよね。この辺をミニマルにするっていうのは。うん。僕だったらもうそのテレビをね、もう無くしたいですけどね。僕がその、 うん。ホテルを監修するのであれば。<laughs> まあ、テレビがない人嫌な人がね、多いから、それできないんだろうけども、やっぱこのリモコンですよね。で、こういう、なんかリモコントレーみたいなものを置いて、そこに置いてると。まあでもまあ、その方がちょっとこうまとまって見えるのかなっていうのはあるのかもしれないですね。はい。で、一応こうライト、ペンダントライトがあって、 上には、茶器とグラス。なかなかね、このいい感じのグラス、茶器がありますね。で、加賀茶。金沢といえば、金沢の香り。うん、これちゃんと金沢感を、このお茶で出してる感じ。ちょっと飲んでみたいですね。飲んでみようかな。で、グラスあって、で、これもね、ポッと、これいいですね。 うん、電気ポット。でもなんかその、いわゆる白色家電のさ、感じではなくて、ちょっとなんか温かみがあるっていうのかな黒。黒だから、うん、なんかいい感じですね。まあ、どこのブランドかわかんないですけど、ラッセル、ラッセルホッブスって書いてますね。うん、これはなんか、あの、無機質な感じがしないから、うん、いい感じです。で、えー、 冷蔵庫。これあの、うちのホワイトボックスにあるサイズと同じですね。うん。同じサイズの、えー、よくあるコンパクト冷蔵庫。ここもね、黒でまとまってるから、なんかね、黒と緑と、まあ、この配色もちゃんと考えられています。うん。で、冷凍庫がないタイプで、もう冷蔵だけの。もうこれでいいんだよね。冷凍庫がな,ない方がいい。あの、下取りとかめんどくさいし、メンテナンスがめんどくさくなるから。 で、この両サイドを黒、黒、黒で締めていますね。で、金庫があることで、この黒、黒、黒。で、テレビが黒っていう、この黒の4点締め。黒の4点締めにこのグリーンの感じが映える。うん、そういうちょっと和のテイストもありながらモダンでっていうふうな、うん、そういうふうな感じのデザインになっています。そこにこのペンダントライトの赤がね、 アクセントで入る。えー、だから色の数を少なくするっていうのは、これもうミニマリズムのテクニックなんですけど、部屋作りの。うん、部屋をスッキリ見せたり、スタイリッシュに見せたい人は、色の点数をまず少なくする。うん、それものすごくいい例ですね、これは本当に。黒の4点締め。で、それからグリーンバック。で、赤のアクセントが入って、茶器の、ね、グラスの白が入る。この白が入ることによってね、またちょっとモダンな感じというかね、その抜け感が出るんですよね。 うん。これはね、いいと思います。で、窓がでかい。で、全然別に景色も良くない。うん。それはね、それはしょうがない。はい。で、ベッドサイドお、こんな感じになってます。うん。なかなかね、この木の感じがあって、で、両サイドグリーンでいいですね。それから、ここはあの、照明ですね。床の間。 僕、床の間って言うんだね。床の間。ルーム。これ、部屋のライト。で、ペンダントついて、一回全部つけてみようか。エントランスと。うん。そうだ。床の間をね、消したんですよ。床の間は、ここでコントロールできるようになってる。こんな感じで、まあ、微妙に。だから、まあ、最後寝るときこう消すって感じだね。 うん。で、ここもコンセントが一つあって、で、USB のパワーサプライ。で、やっぱこれね、難しいと思うのが、USB2.0。3.0っていうのか。このね、昔の、もう昔になりつつある、プラグなんですよ。で、今さ、USB-C が増えてるでしょ。だから多分これをダイレクト C にした方がいいんですけど、そこまで追いつかないですよね、さすがに。 だからこれ結構難しいですよね。だから USB を付けちゃってるけどってこれよくあるんですよね。新幹線とかさ、飛行機とかもそうじゃないですか。USB-C じゃないから C に変えられないんですよね。変えられない問題が起きてると。うん。両サイドに一つずつコンセントが付いて、うん。ミニマルですね、すごく。で、ちゃんとね、枕元で充電も取れるようになりつつ、 で、こちらも、うん、充電できると。電源が取れると。うん、ごちゃごちゃしてないね。で、テレビも、うし、後ろがこうなんか、スペースあって、配線があったりしないような、この壁付けのタイプだから。うん、圧迫感ないし。うん、嫌なとこが一つもないです。はい。<laughs> 一つがな、一つもないですね、嫌なとこが。 はい。えー、以上です。今日の動画は以上になります。えー、持ち物紹介とルームツアーを合わせて、えー、してきました。えー、皆様も、もし金沢を訪れる際、えー、リーズナブルな滞在がしたい方、えー、片町の繁華街に近い宿を取りたい方、あの、城とか、あの、日本庭園の兼六園とか、あそういう,こう観光スポットも近いので、うん、そこにもアクセスしやすいですね。 ぜひ試してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。